キオとの同居生活を送ることになる、人懐っこく素直。皆さんニコニコしてね、はい、感動してます、してます、私たち感動してます、はい、です。センター見ていただいて大丈夫ですかね。はい、お願いします。皆さんこんにちは、新垣結衣です。本日はいち早くこの映画を見ようとこうして集まってくださって本当にありがとうございます。とても温かい映画になったのではないかと思います。楽しんでいってもらいたいなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いて、ある日突然両親に先立たれてしまい、叔母であるマキオとの同居生活を送ることになる、人懐っこく素直な高校生、たくみあさを演じられました、早瀬いこいさん、お願いします。皆さんはじめまして、たくみあさ役を演じました早瀬いこいです。今日はお越しいただきありがとうございます。本当に素敵な監督はじめスタッフキャストの皆さんと作り上げた温かいこの映画を皆さんに見ていただくことができて本当に嬉しいです。今日はよろしくお願いします。早瀬ちゃんが舞台出る前にすごい緊張してたんですけど、はい、初めてこうやって、ね、舞台挨拶を、はい、こういう舞台挨拶だったりこういうお客さんと直接会うっていうのは私にとって初めてだったのですごい緊張してゆいさんにずっとすがりついてました。なんかこうやってお客さん何人入ってるんだろうってすごい緊張してたんですけど、どうです、実際見てどうですか。見てみて、いや、びっくりしてます。びっくりしてます。すごい緊張してます。皆さんニコニコしてね、はい、見守ってくださって、優しいお客さんたちで本当に本当に嬉しいです。もうこんなに見てくれる人がいるんだって、もうこの時点ですごい感動してます。してます、私たち感動してます、はい、大丈夫ですよ、皆さん味方だと思います。今日映画楽しみにしてきた味方だと思うのでね、はい、リラックスしていただいてお話もいただこうと思いますけれども、2人とも割とマイペースな方でありながらも、なんかこうお互いに次のシーンのセリフを確認しているとか、こう原作をちょっと読み返したりしている各々の時間を過ごしている時もあれば、もう撮影2日目ぐらいでものすごい深いめちゃめちゃパーソナルなところに踏み込んだような話ができる瞬間もあるし、こうなんて言うんでしょう、撮影というかこうお芝居に関して今のどうだったかなっていう2人でこう相談というかこう意見を聞くみたいな瞬間もあるし、お菓子食べてる時もあるし、なんかすごい自由でしたね。一緒にいる時もあればいない時もあるし、一緒にいて話してる時もあれば一緒にいるけど話してない時もあるしっていう、なんかそういう、うん、なんかすごくナチュラルにその場にいることができて、うん、とてもいい関係が築けたんじゃないかなと私は思っていて、私も思ってます思ってます、はい、いい関係ということで信頼もしてるしね、はい、うん、私もすごいこいちゃんのことを信頼して現場にいることができたので、はい、ありがとうございます。2人でね目を合わせてらっしゃいますが、次のすごいありきたりな感じになっちゃうんですけど、韓国に行ったことがなくて行ってみたいなとは思います。理由は美味しいものが食べたいから近い、韓国って近いんですよね。近い、カホさんも現場中にお話ししてた時にすごいお忙しいのに、なんかお仕事の合間を縫って旅行とかに行かれてるっていうお話をしてたので、韓国だったら近いし美味しいもの食べてなんかいい感じのもの買って帰ってこようかなってなんて可愛いんだっていう皆さん笑いがね今漏れてました